休憩前に引き続き会議を開きます。3番柿田正議員。皆様こんにちは。自民創生の柿田です。質問通告に基づき質問させていただきますので、市長をはじめ理事者の皆様の明快な答弁の方をよろしくお願いいたします。1、子ども子育て行政について、1、子育て支援センターの充実。子育て支援センターは少子化や核家族化の進行、地域社会の変化など、子どもや子育てをめぐる環境が大きく変化する中で、家庭や地域における子育て機能の低下や、子育て中の親の孤独感や不安感の増大に対応するため、地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的として設置されており、現在長崎市では15箇所を設置されております。今後長崎市内には16区域に1箇所ずつと、発達支援特化型の1箇所の計17箇所の設置を計画されており、設置できていない後の2区域もほぼほぼ設置のめどがついているとお聞きしております。今後は設置した子育て支援センターの質の向上を図っていくべきだと考えます。今、子育て支援センターは子どもたちが安全に遊ぶことを見守るため、常時2名のスタッフを配置しておりますが、今後は育児の悩みの負担感や不安感を解消していくためには、もっと子育て相談受付業務等を充実していくべきだと考え、その環境と人員の配置ができる予算措置が必要と考えますが、長崎市の見解をお聞かせください。また、長崎市が設置している発達支援特化型の子育て支援センターは、全国でも初で大きく注目されております。その子育て支援センターでは、さまざまな特別な支援が必要と思われる方からの初期の相談を受けて、適切な対応を取っていることで、子育てに悩みを持っているご家庭にとって、とても必要な子育て支援センターとなっています。しかし、やはり今の補助の在り方では、適切な人員配置ができていない状況にあります。同様にしっかりと相談が受けることができる体制が取れる予算措置ができないか、長崎市の見解をお伺いいたします。2、幼児教育・保育施設における職員配置基準の改善。近年、報道等で目にする幼児教育・保育施設における事故等は、一義的にはその施設における管理の問題があります。しかし、その裏には、しっかりとした職員配置が難しい、今の国の職員配置基準があります。保育士の仕事は、子どもたちの安全を守り、毎日の成長を助長するとてもやりがいのある仕事です。しかし、職員配置基準が低いために、一人の保育士にかかる仕事が過重労働となり、保育士の仕事を辞めてしまうなど、保育士不足の大きな原因の一つともなっております。また、その職員配置基準をもとにした職員配置人数で、施設型給付費は算定されますので、少しでも職員配置を良くしようとすると、人件費を分け合うことになり、保育士の処遇が低いといわれる大きな原因の一つとなっております。しかし、園においては、幼児教育の質の向上や危機管理のために必要な職員は置かざるを得ず、令和元年に厚生労働省が取った全国アンケートの調査では、公定価格上の職員配置数よりも平均して保育士は 4.2 人、調理師は 0.7 人、他職種を合計すると1施設 6.9 人多く配置しているという調査結果になりました。その上、園の開園時間は11時間以上と定められておりますが、職員の労働時間は8時間で、週で換算すると開園時間は週66時間以上になりますが、
職員の労働時間は1人40週40時間となり、これも職員を多く配置しないといけない要因となっております。また調理員も公定価格上は定員40名までは1人、40名から150名までは2人、150名以上は2人の常勤職員と1人の非常勤職員の配置という状況で、また離乳食やアレルギー食の対応も行わなければいけないので、この状態で週6日の調理業務を行うことは難しく、どの園も1名から2名の調理員を増員しているのが状態です。また園での衛生看護業務も必要とされている中で、看護師も配置も現在はなく、看護師を配置しても1人の保育士としてのカウントにしかなりません。こういう状態で幼児教育保育施設は子どもたちの最大の利益を保障するために日々努力をしてきておりますが、経営的には逼迫します。長崎市として保育教諭、保育士、調理員の配置基準並びに看護師の配置が可能となるような施策に取り組んでいただきたいのですが、市の見解をお伺いいたします。3、放課後児童健全育成事業の今後の展開。長崎市では保護者が就労等で下校時間にいない小学生に対し、放課後等の適切な遊びや生活の場を与えて健全な育成を図る事業として、放課後児童健全育成事業を実施し、現在96の学童保育施設を設置されております。学童保育は子どもたちの一日の中で大切な放課後等の居場所で、そこは日頃学校では学べないものを学ぶ場でもあります。今後はより授業の質の向上を図る必要があると考えます。そのためにはクラブ運営に携わる職員としてより良い人材を確保することが重要で、やはり学童支援員に対してのさらなる処遇改善を実施することが効果的と考えますが、長崎市の見解をお聞かせください。また放課後児童クラブ運営のために市から支援している放課後児童健全育成事業費補助金については、長崎市の制度として事業者の次年度への繰り越しができる運営費の限度額を前年度決算の12分の1までとする制限をかけております。この限度額の制限については、年度当初にクラブ運営において不測の事態が生じた場合に資金が不十分になる可能性もあり、制度の率を見直すか積み立てを認めるなど改善する考えはないか、市の見解をお聞かせください。続きまして2、教育行政について。括弧1、特別支援教育における合理的配慮。2022年今年の8月にスイスのジュネーブの国連欧州本部で、日本政府は障害者の権利に関する条約に関して初めての審査を受けました。その結果として9月に国連の障害者権利委員会より勧告を受けることとなりました。その勧告は障害者施策の多岐に渡りますが、特に障害者権利条約第24条の教育について強く要請する事項として、分離された特別教育をやめるために教育に関する国の施策、法律、行政上の取り決めの中でインクルーシブ教育を受ける障害のある子どもの権利を位置づけ、すべての障害のある幼児、児童、生徒がすべての段階において合理的配慮と必要な個別的な支援を受けられることを保障するために、質の高いインクルーシブ教育に関する具体的な目標スケジュール、十分な予算を含めた国家行動計画を採択することや、障害のある子どあるすべての子どもたちが個々の教育的ニーズを満たし、かつインクルーシブ教育を確実に受けられるための合理的配慮を保障することが求められ、今の日本での分離型の特別支援教育の転換が求められました。これに対して日本政府は、文部科学大臣が今の特別支援教育について、
理解されなかったことについては遺憾とし、今の枠組みを変更しない中で対応していくことを表明しております。文部科学省は2012年に出した報告、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進において、インクルーシブ教育システムでは可能な限り障害のある子どもとない子どもが共に学ぶことを目指すべきとしています。これはただ場を共有するだけではなく、活動に参加するために必要な合理的配慮や環境整備がなされることが大切ということです。子どもたちの将来の共生社会の形成を目指すためには、インクルーシブ教育の理念を構築していくことはとても大切であり、そのためには障害のある子どもも障害のない子どもも可能な限り同じ場で学習ができるような合理的な配慮の合理的な配慮の提供が必要だと思うのですが、長崎市の現状をお伺いします。3、環境行政について。1、脱炭素化に向けての再可能エネルギーの活用。世界規模で起きている気候変動、今年も世界各地で大雨での洪水や森林火災など多くの災害が起きております。記憶に新しいところでは、パキスタンでは6月から9月までの大雨が降り続き、甚大な洪水被害が発生、国土の3分の1が水没し、土石流等が発生、家屋や道路等を飲み込み、1200名を超える死者と、全人口の 15% に当たる3300万人が被災をしました。このパキスタンの被害は、大雨からだけではなく、北極南極に次ぐパキスタン北部にある氷河が温暖化によって溶け出し、3000以上の湖を作り出しております。今回の大雨でいくつかの湖が決壊し、洪水をもたらしたことも観測されております。地球規模の気候変動は現在世界が直面している大きな課題といえます。この地球規模の気候変動の対策として、2015年の COP21 で採択されたパリ協定は、世界の平均気温上昇を2030年までに産業革命以前に比べ2度より低く保ち 1.5 度に抑えるというものです。また昨年開催された COP26 では、石炭火力発電を段階的に削減し、非効率的な化石燃料補助金を段階的に廃止するという内容が盛り込まれたグラスゴー気候合意が採択されました。そういう中で、我が国も2016年に制定された地球温暖化対策計画において、2050年に二酸化炭素排出実質ゼロを目指すことを表明し、また2021年に改定された同計画では、2030年度において温室効果ガスを2013年度比で46% 削減を目指すこと、さらに削減 50% の高みに向けての挑戦を続けることを表明しております。長崎市も2021年3月17日に2050年に CO2 削減実質ゼロを目指すゼロカーボンシティを宣言しました。このゼロカーボンシティは2022年10月末現在、43都道府県、465市、20特別区、230町、39村の797の自治体が宣言をして、その表明自治体総数は表明自治体総人口は1億1933万人に上っています。ゼロカーボンシティ長崎に向けては、CO2 の削減をしない再生可能エネルギーの活用が不可欠になると考えますが、長崎市としての方針、今後の取り組みはどのように考えているかをお聞かせください。2、サステナプラザの充実。サステナプラザ長崎の充実。この地球規模の気候変動だけではなく、海洋ごみのマイクロプラスチック問題など環境問題は行政だけではなく
市民レベルで情報を共有し行動を起こしていかないと解決できるものではありません。そういう中で長崎市はサステナプラザ長崎を平成28年に開設し、市民への啓発や活動の拠点として活動しております。しかしゼロカーボンシティ長崎の実現にあたって、実際に市民の最も身近な存在であるサステナプラザ長崎が目につきにくい場所にあることは残念に思っております。その存在の認知拡大と情報発信の強化のために、より市民の目につきやすい場所への移転をする方が良いのではないかと考えますが、予定はないのかお伺いいたします。以上、本段からの質問はこれまでとし、答弁をお聞きした後、質問席より再質問させていただきます。ありがとうございました。市長。自民総政柿田忠議員の質問にお答えします。3点目の環境行政についての括弧1、脱炭素化に向けての再生可能エネルギーの活用についてお答えします。地球規模の共通課題となっている気候変動や地球温暖化に対する取り組みとして、可能な限り化石由来のエネルギーから CO2 を排出しない再生可能エネルギーへの転換を目指すことは重要かつ喫緊の課題となってきています。長崎市におきましても、これまで長崎市地球温暖化対策実行計画に基づき、公共施設の新設や大規模改修時に太陽光発電設備を設置してきており、平成25年度からは市民、事業者、行政が連携して取り組む長崎ソーラーネットプロジェクトを開始し、市が設置した長崎ソーラーネットメガ三共発電所から得られる収益を長崎エコライフ基金として市民の環境活動の活性化に活用するなど、さまざまな取り組みを進めてきています。また長崎市域の CO2 排出量削減に向けては、再生可能エネルギーの地産地消も重要であることから、令和2年2月には長崎市と地元企業が連携して自治体新電力株式会社長崎サステナエナジーを設立し、東西工場や東工場、西工場や太陽光発電設備などで発電された再生可能エネルギー由来の電力を現在160箇所の公共施設に供給しているところです。このような中、長崎市においては令和3年3月に2050年二酸化炭素排出実質ゼロを目指すゼロカーボンシティ長崎を宣言し、翌年の令和4年3月には長崎市地球温暖化対策実行計画の改定を行い、戦略をリードする野心的数値目標を新たに掲げるなど、ゼロカーボンシティ長崎の実現に向けて再生可能エネルギーの導入を加速化することとしております。今年度は地域を対象とする再生可能エネルギーのポテンシャル調査を行い、再生可能エネルギー導入に関する目標値を設定することとしており、合わせて市が所有する公共施設や遊休地を対象とした再生可能エネルギーの導入ポテンシャル調査も実施しているところです。今後はこれらの調査の結果などを踏まえて、市内の事業者等とも連携した導入方法等について検討を進め、さらなる再生可能エネルギーの導入促進と利活用を図っていきたいと考えています。以上、本段からの答弁といたします。子ども部長。ご質問の1点目、子ども子育て行政についての括弧1、子育て支援センターの充実についてお答えいたします。子育て支援センターは、子育て中の親の孤独感や不安感の軽減を図るため、おおむね3歳未満の子どもおよびその保護者などを対象に、
子育てに関する相談や情報提供、交流を行う場所として、身近な地域で利用できるように、市内を16区域に分けて設置することとしております。現在、未設置区域となっております、エビラ山里区域に令和5年3月に設置することとしており、丸尾、西泊、福田区域におきましても、令和5年度末に開設することで、市内全区域への設置を完了することとしております。また、発達障害支援特化型の子育て支援センターにつきましては、発達障害の子どもを育てる保護者などが安心して子育てができる環境を整備するため、未就学の発達障害児、または発達が気になる未就学の児童、およびその保護者を対象として、三芳町に1か所設置しているところでございます。子育て支援センターの運営につきましては、子育て家庭に寄り添った適切な支援を行うため、運営団体に対する補助事業として実施しております。人員配置につきましては、国の地域子育て支援拠点事業実施要項に基づき、常時2名のスタッフを配置することとしており、利用者が多く見込まれる施設は、スタッフの数を増員できるように、令和2年度から平均利用組数に応じた補助金の増額を行っているところでございます。しかしながら、令和3年度からの利用料の無料化に伴い、コロナ禍ではあったものの、1日あたりの平均利用組数も増加しており、利用者に寄り添う形で対応する必要があることから、運営団体におきましては、独自で職員の増員を図りながら、2名以上の体制で対応しているところでございます。また、発達障害支援特化型の子育て支援センターにつきましても、令和2年度から令和4年度にかけて、利用者や相談件数の増加に対応するためのスタッフが配置ができるように、2名から 3.5 名に増員するなど、随時必要な見直しを行いながら、補助金の充実を図ってきたところでございます。しかしながら、この施設は現在、週3日、10時から15時まで開設しておりますが、開設日や時間を増やしてほしいといった利用者のニーズがあるように、利用者数が増加しており、相談内容も多岐にわたっているため、対応にも時間を要している状況に加え、保護者が相談している間の子どもの見守りにも対応が必要なことから、スタッフの負担が増加している状況があります。いずれにいたしましても、子育て支援センターは地域の一番身近な場所で、子育て支援の重要な役割を担う場所でありますので、子育て家庭の方が子育てに不安や悩みを抱えて孤立することなく、また安全安心に利用していただくためにも、当初の想定よりも利用者のニーズや利用状況が大幅に変わってきている状況を踏まえ、適切な体制でしっかりと運営できるような補助の内容について検討してまいりたいと考えております。次にご質問の1点目の括弧に、幼児教育・保育施設における職員配置基準の改善についてお答えいたします。保育教諭及び保育士の配置については、長崎市では国の基準に従った配置基準としており、施設の運営費である施設型給付についても、国の職員配置基準に基づき算出された金額により給付を行っているところです。調理員については、国の配置基準に加えて、市独自の補助として、アレルギー児対応のための調理員雇用に要する経費に対し、補助を行っています。また、看護師につきましても、保育所等に配置している看護師は、保育業務を兼務できることとなっていることから、みなし保育士として看護師を配置した施設に対し、長崎市独自で保育士と看護師の賃金差を解消するための一部補助を行っているところです。なお職員配置基準の改善につきましては、長崎市が独自で配置基準を設定した場合、国の基準以上となる部分については長崎市が負担する必要があり、多額の財政負担を伴うことが見込まれるため、独自で配置基準を見直すことは困難な状況です。また保育士等の職員配置基準の見直しについては、保育所などの適正な運営や十分な保育体制を確保する観点からも、
国の制度として取り組んでいただくものであると考えておりますので、今後とも国に対しまして、全国市長会や中核市長会などを通じて引き続き要望してまいります。あわせて、専任看護師を配置するための運営費の加算措置を国の制度として創設するよう、令和4年7月には長崎市議会と連名で国へ要望したところであり、今後も引き続き要望してまいります。いずれにいたしましても、長崎市といたしましては、保育士などの負担軽減や働き方改革を推進し、働きやすい環境を作ることは重要なものと考えており、そのため、ICD 化推進のための補助金や、保育の質の向上に向けた研修会の開催などを実施しておりますが、今後とも引き続き保育士などの負担軽減につながるような施策の実施について検討してまいります。次にご質問の1点目の括弧3、放課後児童健全育成事業の今後の展望についてお答えします。長崎市では放課後児童クラブの安定的、継続的な運営のため、運営費、処遇改善など、国のほぼすべての補助メニューを最大限に活用しており、全国と比較しても充実した支援により、放課後児童クラブの質の向上を図っているところでございます。議員ご指摘の職員の処遇改善につきましては、賃金改善のための処遇改善事業、経験年数等に応じた処遇改善を行うキャリアアップ処遇改善事業、給与月額を従来水準から 3% 程度引き上げる処遇改善事業を補助しており、各事業者におきましては、これらの補助を活用して、適切な就業規則、給与規定の中で処遇改善を実施いただいております。いずれにしましても、処遇改善に関しましては、多様な補助制度がありますので、事業者に対し、制度内容について助言するなど、有効活用していただけるよう促しながら、引き続き職員の処遇改善の支援に取り組んでまいります。また、運営費の繰り越しについて、前年度決算の12分の1までを限度としていることにつきましては、過去に多額の繰り越し額が生じ、不適正経理の原因となった事例があったことや、補助金は本来当年度精算すべきところですが、年度当初の給与支払いなどを考慮し、最低限必要な1ヶ月分の額を認めたものです。加えて、将来的に事業者において多額の財源が必要となる施設整備や大規模改修、退職金については積立金も認めているところでございます。なお、事業者が年度当初に運営費不足とならないよう、長崎市といたしましては、補助金の手続きにおいても、様式を簡素化し、速やかな交付に努めておりますので、適切かつ早期の申請を行っていただけるよう、今後とも事業者に対し支援してまいります。いずれにしましても、放課後児童健全育成事業は、子育て支援の重要な施策であると考えておりますので、引き続き運営面のみならず、職員の研修の充実を含め、放課後児童クラブのさらなる質の向上に努めてまいります。以上でございます。教育長。ご質問の2点目、教育行政についての括弧1、特別支援教育における合理的配慮の提供についてお答えします。障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会を作ることを、目指して作成されたいわゆる障害者差別解消法が平成28年に施行され、社会のあらゆる場面において合理的配慮を提供することが求められています。合理的配慮とは、障害のある人から社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められることを言いますが、学校においては本人保護者による意思表明を受けてどのような配慮が提供できるのかなどについて、本人保護者と協議し、具体的な支援の充実を図っています。合理的配慮の具体例としましては、視覚認識が弱い児童生徒へは、拡大したワークシートを使用できるようにしたり、感情コントロールが苦手な児童生徒へは、クールダウンできる場所を設定したり、移動に困難のある児童生徒へは、教室を1階にしたり、エレベーターや階段昇降機等の設置を進めたりしております。さらに、その後の進級や進学にあたっても、児童生徒の個別の教育支援計画に合理的配慮事項を記載することで、切れ目のない支援につなげています。
また私立小中学校には現在130名の特別支援教育支援員を配置し、教職員と連携しながら児童生徒の学習や生活上の支援を行っています。このような支援により特別支援学級に在籍する児童生徒は通常の学級での交流や共同学習などに多くの時間参加できており、障害のある児童生徒も障害のない児童生徒もお互いのことを認め合い学び合いながら充実した時間を過ごしています。今後とも合理的配慮の提供に努め、すべての子どもたちがその能力を最大限発揮できるよう特別支援教育の充実に努めてまいります。以上でございます。環境部長。ご質問の3点目、環境行政についての括弧に、サステナプラザ長崎の充実についてお答えします。サステナプラザ長崎は平成28年度に地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、市民総参加の環境行動の推進を目的として設置し、環境イベントの運営協力やフードドライブの受付、出前講座への長崎市地球温暖化防止活動推進員の派遣、市民を対象としたセミナーであるサステナ広場を月に1回程度開催するなど、市民への周知啓発を行い、市民の環境行動の推進を図っているところです。また、気候変動をはじめとした環境問題の影響に直面する次世代の若者が、自分ごととして長崎市の環境問題について主体的に理解を深め、率先して活動を行うことを目的として設立されたエコン長崎は、サステナプラザ長崎がアドバイスや継続した活動を行うための側面支援を行い、新たな活動を始めています。現在の立地場所につきましては、市民の環境活動の拠点として最もふさわしい場所として、中心商店街からの距離や物件の広さ、エレベーターの有無などといった建物の構造面などにより選定を行ったところです。しかしながら、市の中心部ではあるものの2階であることおよび人の動線上分かりにくい場所となっていることから、より市民が気軽に立ち寄れる場所への移転を検討しており、新庁舎建設による事務室の集約に伴う公共施設の空きスペースを活用できないか調整を行っているところです。今後も引き続き環境行動の推進役であるサステナプラザ長崎を中心として、市民ネットワークと連携協力しながら、エコが得する、楽しい、かっこいいとなることを目指しながら、長崎エコライフの取り組みの浸透と拡大を図り、より多くの市民それぞれが自分ごととして環境行動に取り組むことができる事業を展開することで、ゼロカーボンシティ長崎の実現を図ってまいります。以上でございます。3番柿田忠議員。はい、答弁ありがとうございました。順不動になりますけれども、再質問の方をさせていただきたいと思います。まず最初に、3番の環境行政について、脱炭素化に向けての再生可能エネルギーの活用についてですね、再質問させていただきます。長崎市のですね、取り組みですね、今までの取り組みで、再生可能エネルギーをしっかりとですね、やってくる流れというのは、しっかりとは理解しました。で、やはりこの先ですね、再生可能エネルギーは、昨日のですね、先輩議員 の一般質問の中にもありましたけれども、海洋風力発電とか太陽光とか、たくさんいろんなやり方があると思います。で、その中で日本として今注目されているのは、水素エネルギーになります。これは日本のですね、一番の企業のトヨタが本格的にですね、力を注力して、現在ですね、未来という水素を使った発電で動く電気自動車ですね、それの開発がもうできてですね、実際に走っております。で、やはり、この今ですね、トヨタはですね、また水素をそのまま燃焼する水素燃焼 の自動車、そちらの方の開発も今手掛けておりまして、で、実際にですね、今ラリー等にですね、スポット参戦ですけれども、それで実証実験を行ってですね、この先
その発電ではなくて実際に水素を燃焼させるようなですね、車全くですね、CO2 を出さない、水だけしか出さないですね、車を作ろうとしています。で、水素なんですけれども、実は水素ステーションをですね、作らないといけないんですけれども、九州の中でもですね、県内でですね、設置されていないのは、ほんの数箇所で、その中の一つが長崎県になっていると思います。この水素の活用についてですね、長崎市として今どういうふうに考えていらっしゃるのかお聞かせください。環境部長。再質問にお答えします。水素については国が定めるグリーン成長戦略や第6次エネルギー基本計画においても重点分野の一つに位置づけられており、カーボンニュートラルの実現に向けて今後中心的な役割が期待されております。しかしながら水素の利活用に向けては技術的な課題の克服、コストの低減等さまざまな課題があり、現在全国各地で水素関連の実証事業等が行われている状況です。長崎県内でも水素の事業化に関する研究会の実施や、再生可能エネルギーの電力を活用して水素を製造する実証事業を行う企業があるなど、具体的な社会実装を見据え水素の活用に向けた取り組みが活発化しているところです。今後も脱炭素社会の実現に向けては水素の利活用についても引き続き国内および県内の動向と注視しながら市の取り組みについて検討してまいりたいと考えております。以上でございます。3番柿田忠議員。はい、ありがとうございます。水素をですね、実際にこれを使うにあたってはですね、水素ステーションはですね、必至っていうか、それがないと何も始まらない話です。で、川崎重工がですね、その水素を運搬するですね、新技術を作りまして、オーストラリア等でですね、カッタンの中からですね、水素を作る技術がですね、あるんですけれども、そちらからの水素のですね、移送ですねの金額が10分の1程度になるようなですね、そういうふうな技術開発もされております。で、現在ですね、その水素ステーションを作るとなると約4億円ぐらいかかるっていうふうなですね、話はあるんですけれども、まずはですね、これは今後ですね、その未来、トヨタの未来もそうなんですけれども、活用していくためには増やしていかないといけないと思うんですね。で、それについてはやはり行政だけではなくてですね、例えば今のガソリンスタンドというか石油会社の皆様とかですね、当然ながら今後転換していかないといけないところもあると思いますので、そういうふうなですね、企業とですね、しっかりと連携を取りながらですね、設置の方を考えていただければと思っておりますので、これはですね、企業も含めてですね、その設置の仕方をですね、検討していただけるように要望とさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それと2番のサステナプラザの充実につきましてですけれども、こちらですね、答弁の中で一定のですね、今新地庁舎のですね、建設に伴っての公共施設の空きスペースを活用できないか調整をいただいているということでですね、お答えをいただきました。ぜひともですね、早い段階でですね、移転というか、市民の皆様がですね、本当に目の前に見えることがまず第一だと思いますのでですね、それで環境問題に対してすごくですね、興味を持っていただけるですね、それがすごく大切だと思います。先日ですね、私長崎大学の、長崎海援隊さんっていうですね、ボランティアサークルさんの活動をですね、ちょっと説明をいただきました。すごくですね、月に1回ですね、海洋ごみの回収をやられている団体さんなんですけれどもですね、いろんなところでですね、海洋ごみ のですね、回収を行ってですね、それで綺麗なですね、町を作っていくっていうふうなですね、活動をされている大学生 のサークルです。で、その海洋ごみをですね、回収するにあたってですね、野母崎で回収したときにですね、いろんな海洋ごみがあるんですけども、ペットボトルがですね、約800個ぐらいですね、1回の回収で集まったとですね、で、島原で
やったときは約1000戸ですね。あとですね、対馬でもやられたらしいんですけど、本数はですね、はっきりとはその時は聞けなかったんですけれどもですね、ですね、ペットボトルのですね、バーコードで大体どこの国から流れてきたかというか、どこの国で生産されたかって分かるらしくてですね、その話を聞く中でですね、対馬は大体3分の2はですね、海外のものだったそうです。ですね、中国、韓国ですね。でも3分の1は日本製ですね。で、野母崎の場合は約半数、半分半分ですね。海外と日本製が半分半分。で、島原はほぼ 100% 日本製だったらしいです。やはりですね、市民のですね、機運の情勢をですね、測っていかないといけないなって、その時ですね、本当に感じました。ぜひともですね、このサステナプラザ長崎はですね、本当に長崎市が持つですね、大きな環境問題に対する看板でもあると思いますので、ぜひともその中でですね、今やられているとても大切なことをやられているんですけれども、プラスアルファでですね、ぜひとも市民がそこに足を運んで、どういうふうな問題があるのかですね、マイクロプラスチック問題も結局はですね、魚が食べて人体に帰ってくるですね、そういうふうな問題もたくさんありますのでですね、そういうのも学べるような場所をですね、ぜひとも長崎市内に作っていただきたいと思いますので、このサステナプラザ長崎のですね、充実をぜひともよろしくお願いいたします。こちらも要望とさせていただきます。よろしくお願いします。はい、では2番の教育行政について、特別支援教育における合理的配慮の提供についてを再質問させていただきます。要望になると思います。今回のですね、質問はかなり大きな話になりました。というのもですね、まずはその国連の方からですね、日本の特別支援教育について言えば完全なダメ出しだったんですね。日本のその分離型の特別支援教育をはもう一度見直してですね、子どもたちが普通教室の中で教育を受けられるようなですね、合理的な配慮をしっかりとですね、行った上で、ですね、みんなと一緒にですね、教育を受けることができるような制度を作ってくださいというふうに国の方にですね、提言をされたということでですね、これはですね、これをもし実現するとなると、当然今のですね、学級規模ですね、中学校でも少しずつですね、一クラスの人数が減ってはきましたけれども、諸外国からすればまだまだ多い状況です。ですね、例えばフィンランドとかはですね、中学校でも一クラス25人以下なんですね。っていうのも一人一人の子どもたちの教育を配慮するためですね。でも今の日本でそれをやると、当然教員が足りなくなってしまう。で、一人一人の教員に対してですね、大きな負担を生じさせてしまうことにもなりかねないんですね。でもですね、翻ってみれば、やはり受ける側の子どもたちはやっぱりこの先ですね、分けられるわけではなくて、みんなが一緒の社会の中でですね、手と手を取り合ってですね、助け合って生きていかないといけないんですね。そのためにこのインクルーシブ教育ですね、これは日本では結構ですね、この障害児教育の方で言われるんですけれどもですね、世界的に言えばですね、社会の問題なんですね。社会インクルーシブ社会ですね、みんながですね、障害を持たれてない関係なくですね、社会に出ていけるような社会を作っていかないといけないですね。そういうふうな教育をやっていくということが必要になってしまうんですね。今後ですね、やはり目標というか夢とすればですね、今日本のですね、文部科学省は先ほど本段でもお話ししました通りですね、今の制度を続けていくというですね、でもその中でもやはりインクルーシブ社会を作っていけるようなですね、形を取っていかないといけないですね。やはりそれに向けて少しずつでもですね、
長崎市の中でですね、特別支援教育に対して その合理的配慮とか、職員のですね、職員というか教員の増強とかですね、そういうところを少しずつでもできるところからやっていただければと思います。またですね、支援員さん130名という話がありましたですね、これはですね、もっとですね、たくさん、前回も言いましたけど、もっとたくさんですね、配置した方がですね、子どもたちが通常学級でのですね、教育をやりやすくなると思いますので、ぜひともですね、そちらの方の検討の方よろしくお願いします。はい、すいません。一番の子ども子育て行政の括弧1、子育て支援センターの充実についてですね、質問させていただきますですね。発達支援特化型のですね、子育て支援センターニコットさんですね、部長の方からの答弁もありましたけれども、とてもですね、多岐にわたる相談業務を受けられております。実際にですね、昨日、おとといですかね、秋祭りを開かれたらしくてですね、その時も午前中22組、午後22組ですね、限定でやられたらしいんですけれども、それも入りきれないですね、断らないといけないような状況でですね、また先ほどですね、本当にもう一つは、セカンドオピニオンですね、実際に保育園、幼稚園等に通われているですね、お子様の、保護者の方が保育園、幼稚園等で相談したことに対してクエスチョンマークを持ったときにですね、それの相談も行かれているみたいです。ですね、一つ一つをですね、丁寧に対処をしてくださっているのでですね、市民にとってみたらすごくですね、プラスになるような施設になっていると思います。で、やはりですね、この子育て支援センターがですね、そのニコッツさんだけではなくてですね、周りの子育て支援センターもしっかりとですね、相談を受けられるような、今ですね、受けられるような状況っていうか、人員配置ではないので、受けることができておりません。で、長崎市のですね、保健師さんの方に相談業務の方は回しているというふうな話ですけれども、長崎市の保健師さんもですね、幼児だけではなくて全年齢をですね、カバーしているのでですね、1人が持つ件数はとても多い状況でですね、深くまでですね、なかなか行けないというか、行きたいけれども行けないというのが多分状況ではないのかなと思っております。ぜひともですね、ここをですね、人員配置を増やしていくようなですね、方策をですね、取っていただきたいと思っておりますけれどもですね、もう一度ですね、これについての見解をお願いいたします。子ども部長、再質問にお答えいたします。先ほどもご答弁申し上げましたけど、私どもとしてもですね、特にまず発達に特化、発達障害支援の特化型の子育て支援センター、今お名前を言われましたニコットさんの状況につきましても、私どもがですね、当初想定していた以上にきめ細やかな相談対応や、また利用する方もですね、やっぱりちょっとした不安を持たれている方、そういう方たちも気軽に利用できるような環境を整えてもらっているという状況の中で、やっぱりニーズとかですね、利用状況等についても大きく変わってきております。でそれに対応するために今のスタッフの中では全てを回しきれてないという状況も、この前お話もしっかり聞かせていただいて把握している状況でございます。また地域に一番身近なところで、16区域に設置しようとしている子育て支援センターにつきましても、やっぱりその二面体制というのは国の要項に定められて、そこをまず基本に配置していただいておりますが、やっぱり利用時間帯もですね、集中する時間があったときに、やっぱりその体制ではできていない状況とか、でやっぱりお母さん同士だけで話すわけではなく、やっぱり個別に相談を受けてほしいという要望があって、やっぱりその相談に対応すれば、やっぱり人員的に足りてないとか、いろんな状況をですね、私どもとしても状況を現場に行って把握しております。またそういうところも踏まえまして、先ほどもですね、ご答弁申し上げましたが、
やっぱり利用者の方が安全で安心してですね、利用できる環境というのをしっかりするためには、適切な体制でですね、運営できるようにしないといけないと思っておりますので、補助の内容についてはですね、今後検討していきたいというふうに考えております。以上でございます。3番、柿田正議員。どうぞよろしくお願いします。やはり実施主体はですね、長崎市でもありますのでですね、ぜひとも十分なですね、補助をしていただいて、市民にとってですね、本当に大切な場所ですので、充実の方よろしくお願いいたします。それでは2番目の、幼児教育保育施設における職員配置基準の改善についてをの再質問させていただきます。今日これにつきまして、資料の方を皆様の方に配らせていただきました。まずこれの資料のについてですね、ご説明させていただきたいと思います。まずですね、表面保育士配置基準の見直しの変遷ということでですね、昭和23年から現在までのですね、配置基準がここに書いております。10対1っていうのは子ども10人に対して保育士1人ですね。30対1っていうのは子ども30人に対して保育士1人という意味です。で、平成23年っていうのは実はこの保育制度ができた一番スタートでですね、その時は0歳児の子どもたち10人に対して保育士1人ですね。2歳児30人、2、3、4歳、5歳ですね、それも全部30対1ですね。そういうふうなところからスタートしております。で、その中でですね、少しずつですけれどもですね、配置基準の見直しの方がですね、入ってきてですね、昭和44年から平成9年は0歳児括弧として3対1なんですけれども、実はここまで6対1なんですがですね、はい、加算とかですね、そういうところでですね、平成10年からですね、0歳児は子ども3人に対して1人で、1、2歳児に対して6人に対して1人という形になっております。でも見ていただく通りですね、4歳児以上の子どもたちはですね、ほぼほぼ小学校と変わりません。30人の子どもに対して1人の保育士の配置という形になります。これをもとにして国からの施設型給付の支弁がされております。でですね、当然ながらですね、で施設型給付っていうのは子ども1人に対していくらっていうふうな形ですのでですね、例えばクラスに4歳児クラス33人いますですね、33人いるので30対1なので、そこはやっぱり2人っていうふうな形になるとですね、実はお金としてくるのは 1.1 人分しか来ないですね。保育士 1.1 人分しか来ないので、当然ながらそこでですね、給付が薄まってしまって、処遇が少し下げないといけない状況になってしまうというふうな制度です。学校等はですね、これはもう31人になったら2クラス、これすいません、これあれですけど、なのでそこに先生2人ですね、つくので、特に公立の学校はですね、2人分の給与というのはそこでしっかりと保障されるんでしょうけれども、私立のですね、幼児教育保育施設はこういうふうな制度の中にあってます。で、裏面ですけれども、これは令和1年の子ども子育て会議にですね、出された資料です。ちょっと過失、この横についているのはちょっと過失させていただいているところなんですけれどもですね、これはその当時ですね、国で先ほど本段で説明させていただきましたけれども、国でですね、取った資料になります。で、実際にこれの見方ですけれども、真ん中のところ公定価格基準ののみの配置基準のところがですね、実際にその公定価格で来ているお金で設置できる人数です。で、その右側のところ実質の配置状況ですね、これが常勤非常勤分かれますけれどもですね、非常勤は常勤的な人数に換算してになりますけれどですね、実際にその公定価格上の金額で示されている人数だけでは保育は足りずですね、実際にそこで配置されているのはこれ国の平均なんですけれども 4.4 人増員ですね、保育補助者を含めると 5.3 人も増員ですね。調理員もですね、先ほどもお話しましたが
ですね、あの週6日をですね、1人ではカバーできないんですね。あのやはりそこでですね、もう1人ですね、ほぼほぼ1人ですね、 0.7 人ですね。で結果としてですね、あの公定価格の基準よりも 6.9 人ですね、施設としたら多くあのですね、あの実際に配置しているという形になっております。国はですね、これに対して保育ので全国団体は何度もですね、あの陳情等をやってきましたですね。あの特にこの30対1に関してはですね、あの今の世の中ですね、子ども1人に対して、子どもの保育一人一人のですね、最善の利益を守るような保育をしていかないといけませんの ですね、それを30人 あの子どもたちを1人で見るということはほぼほぼ難しいだろうとですね。それとあのもう1点ですけれども、実はあの新潟県のですね、私立保育園認定子ども園協会で1歳児の保育士の配置数に対してですね、4対1と6対1ですね、どちらの方がですね、あの保育の中で子どもと関わりが持てるか、そういうふうなですね、あの検証を行っております。これはもうご想像通りですね、あのやはり6対1だとあの言葉かけもですね、なかなかできないお子さんがですね、そこの中で出てくると、で4対1、3対1になってくると、やはりしっかりとですね、あの子どもたちを見ることができて、当然ながらそこであの保育士の配置も増えていくので、あの視覚的にもですね、あの見えない場所というのはだいぶ減っていくというふうな結果も出ております。それとあとその0歳児のですね、3対1についても平成10年からですね、3対1になっていますけれども、これもですね、実はあの当時ですけれども、6対1で保育をしていた保育施設の中でですね、での子どもたちの発語の成長とご家庭ですね、この当時は大家族の中で子どもは育ってますので、発語が保育園の方が遅いというのがありまして、それをあの北九州のですね、保育士会が研究をされて、その結果ですね、やはり保育の方もしっかりとですね、ちっちゃい時から言葉かけをするために人数を増やさないといけないと、それで3対1に変わってきております。いずれにしましてもですね、はいはい、了解です、はいありがとうございます、はい、いずれにしましてもあの国の配置基準はですね、あまりにもあの難しい状況なんですね。であのこれ自身はあとあの各市町でですね、ここを増強するというか、この配置基準をあの、まあ、先ほど部長の方から言いましたけれどもですね、独自のですね、財源でプラスにしているところもありますですね。これは結構なですね、あの中央部になれば結構たくさんあるんですけれどもですね、その中でですね、やはりあのこれはあのこの昭和50年代でですね、あの保育が変わってきた中でですね、どうしてもあの今のこの配置基準じゃ難しいというところがあって、それで各市の方でですね、考えてやられたことなんですけれどもですね、ぜひともですね、あのこの見直しについて、なかなか長崎はですね、あの私立の施設が多いので難しいと思うんですけれどもですね、その中でも少しずつでもですね、まあ、いろんな形でですね、サポートしていただければと思いますけれども、これについてですね、もう一度ですね、お願いできますか。子ども部長、再質問にお答えいたします。先ほども申し上げました通り、ご答弁申し上げました通り、あの配置基準の見直しを長崎市が独自で行うというのは、ちょっと財源的にもですね、多額の財政負担が伴うというところで、なかなか難しい状況にあるというところでございます。ただ先ほど来ありますように、やっぱり全国でもですね、やっぱりその配置基準の見直しという声があっておりますので、今後ともですね、私どもも全国市長会、また中核市長会等も通じながらですね、引き続き要望してまいります。またそれとは別にですね、先ほどもこれもご答弁させてもらいましたが、やっぱりその保育士さんたちが働きやすい環境を作る、要するに子どもを向き合える環境を作るというのは大事だと考えておりますので、それについても保育士のですね、負担軽減につながるような施策についてはですね、今後とも引き続き検討してまいりたいと考えております。
えております。以上でございます。3番柿田忠議員。はい、ありがとうございます。ぜひとも国の方にもまたですね検討の方もよろしくお願いします。子ども子育てに関してはですね一丁目一番地だと思っておりますので、今後ともですねぜひとも多くのですね予算を、はい、そこにですね置いてですね少しでも子育てしやすい世の中というか長崎になるようにどうぞよろしくお願いいたします。私から以上です。本日の市営一般質問はこの程度にとどめ、明日12月1日午前10時から本会議を開き、市営一般質問を続行いたします。本日はこれをもって3回いたします。